今ジャトヤの今月の収支を計算してるの。前よりは少しだけ良くなったけど、依然として赤字ね。っていうか、赤字じゃなかった月なんてあるの？もちろんあるわ。その月はみんなが帳簿をつけ忘れたから。ねえ、本当に大丈夫？借金が原因でホームレスになったりしないよね？大丈夫。今の大家さんはいい人だから、家賃を滞納しても追い出されないし、少なくとも路頭に迷うことはないわ。もし本当に無一文の窮地に陥っても、みんなが一緒ならきっと切り抜けられる。とにかく気にかけてくれてありがとう。もし私に手伝えることがあればいつでも連絡して。